はい、どうもダーサの我慢飛行チャンネルでございます。昨日ものすごい雨が降ったんで釣りがねできないかなって思ってましたけど、午後になって雨が上がりましたので若洲海浜公園に来ております。素晴らしい夕日でございます。ガッチャって見えないか。あ、そうそう、こんな感じ。夕日が素晴らしいでございます。ゆうちゃんのこの小さいコンパクトロッドいいですよね。ね、これいくらだったんだっけ。150円。こちらのコンパクトロッド、キャスティングさんで150円で売ってたそうでございます。いいな、これいいな。石持ちが目的なんですけど釣れるかどうかちょっと分かりませんが頑張っていきたいと思います。ゆうちゃんもねいるんですけど、ゆうちゃんさっきから釣りに熱中してるので、はい、そう、はい、釣り熱中してるのでもうとっととオープニング撮り始めちゃいましたということで、じゃあ釣果の方頑張ってあげていきたいと思います。せーの、はい、ぐるぐるドーン。セキュー、センキュー。石持ち仕掛けに何か来てるのでちょっとあげてみます。いませんでした。じゃん、何ですかゆうちゃん、これはヒイラギです。ヒイラギさんですね。ヒイラギがいるということはキスもいる可能性が高いですね。あら、そうですか。ヒイラギとフグと、まあね、サーフでは、ね、ヒイラギとフグとキスがちょっとセットみたいな。あ、そうなんだ。なんもなしね。まあでもヒイラギね今結構上がってるみたいですね。若くてね、僕らのね、はい、フォロワーさんもね結構来てて。あ、そうなんだ。盛り上がってる。じゃあ今年の若洲はヒイラギは結構釣れるんだね。去年もあんま釣れてなかった。うん、餌入れなかったね。この城でーす。おー、見たいじゃない。うん、あ、まあまあ、これ様子見いいじゃん。あ、まあいいんじゃない。ね、あ、どうぞ。立て続けにこの城が2匹とヒイラギが釣れました。もう松目に入ったかもしれないですね。はいはい、サビキに何か書きましたよ。この城です。この城ちゃんでした。でかすぎだね。やっぱりハヤブサの079サビキピンク強いっすね。この城にはね強い。職人サビキのピンクにはさっき1匹かかっただけ。で079サビキもう5回目でしょ。すごいね、5回目。帰る耐久力あるね。はい、7時前この城がまた釣れるようになりました。今3匹連続で来てます。あ、落ちちゃった。落ちちゃったじゃない、いいサイズだったのにまああるあるですね。残念でした。さっき動画に撮ったやつ。そう、折れた。あれ、おころ、先ほど紹介した150円の竿が取れてしまいました。飛んでた。先っぽが、うん、マジか。こうやってね、うん、ピョンってなっちゃ、なんでだろう。え、何、キャスティングそれが分かってて150円で売ったのか。まさか50円ぐらいで。俺3回しか振ってない。キャスティングやらかした説。だから釣りのこと相談できないんだよキャスティングは、なんつって。まあ中古は中古ですからね、しょうがないんでしょう。なんだ、いい竿だなと思ったね。俺もいいなと。マジか。やりました。やらかした。仕方ない。